今や日本全体で7軒に1軒が空き家と言われています。八戸市も例外ではなく問題となっています。八戸市では管理が不十分な空き家の適正管理を促すなど空き家対策に取り組んでいます。空き家はどんなことが問題になっているのでしょうか。ここは空き家のことを学ぶ学校、さ、開校です。今回は新しいメンバーを加わりました。元気に挨拶をお願いします。はい、八戸大夢北向優希選手。はい、よろしくお願いします。東北フリーブレイズブレイジー君。青森ワッツ野田と純喜選手。はい、よろしくお願いします。バンラーレ八戸バンタ君。小泉亮さん。はい、今回も空き家のことをしっかり勉強しましょう。というわけで今日はクイズを行います。イエーイ。第1問、空き家を所有することになった場合、空き家をそのままにしておくのはお得、損、どっちでしょう。損が多いですね。皆さんにその理由を聞いてみましょう。では北向選手。損で、修繕や手入れにお金がかかる。正解。空き家をそのままにしておくと老朽化が進むだけでなく、草木も生い茂り、管理するのが大変になります。自分たちで管理するとしても時間がもったいないし、業者に頼んだらお金がかかります。ではブレイジー君。家が壊れて事故が起これば保証が大変。はい、正解。建物の適切な管理をしていなかったために、屋根や外壁などが飛散するなどして他人に怪我をさせたら、損害賠償などを問われることになりかねません。そうなると予定外の出費にもなります。では野里選手。損。空き家が遠方だと交通費がかかるからです。正解。空き家が遠方にあると様子を見に行くだけで交通費や燃料費がかかり、家計に響きます。さらにはいつでも様子を見ることができないので、精神的な負担も増していきます。バンタ君も損ですね。税金を払うから。正解。空き家は持っているだけで固定資産税や光熱費などを払い続けなければなりません。空き家を使わないのにこれらの維持管理費が発生するのはもったいないですよね。では小泉さん。親から財産としてもらったんだから得。たとえ親からもらったものでも、空き家をそのままにしておくと問題や支払うお金が大きくなっていくばかり、資産価値が減ってしまうことにもなりかねません。それでは第2問。空き家をそのままにしておくと損なことばかり。では反対にお金がかからないようにするにはどうしたらいいでしょう。はいはいはい。野里選手。空き家を人に貸す。
考えですね。思い入れのある家を手放すのはなかなか決断できないかもしれません。そのような場合、他人に貸すのも手です。借り手がリフォームすることで飲食店などの開店資金の節約にもなりますし、貸し手は管理の煩わしさから解放されるだけでなく、賃貸料を得ることができ、貸し手、借り手ともにメリットがあります。僕が以前取材した先も空き家をリフォームしたお店でとても素敵でした。バンタ君は空き家を売る、いいですね。思い切って売ってしまうのも一つの手です。思い入れの詰まった我が家を売るのは大変な決断ですが、空き家の管理から解放されるのは大きなメリットです。ブレイジ君は空き家を解体して駐車場にする、これもグッド。特に空き家の状態に不安がある方は解体して土地を活用するのもいい考えです。解体費用が発生し一時的な負担は発生しますが、その後は賃貸料で安定した収入が見込めます。いずれにせよ個人では判断が難しいので、不動産業者に相談してみましょう。丁寧に相談に応じてくれますよ。北向先生、自分で住む丸。今の住まいから移り住むことで複数にかかっているコストの削減が見込めます。では小泉さん、とりあえず宝くじを買う。運だけでは空き家の問題は解決しませんよ。利活用は早めにしないとお金は出ていくばかりです。でもまだ住むかもしれないし、手放したくないし、でも管理はできないしっていうことになりますよね。今後空き家をどうするか決まっていない方は適切な管理をお願いします。遠方などで難しい場合は民間の空き家管理代行サービスの活用などを検討してみましょう。いずれにしても使われていない期間が長くなるほど管理のコストがかさむだけではなく、売買や賃貸の金額が減る可能性がありますので、空き家をどうするかは早めに決めることが肝心です。できることなら結論を先送りせずに家族などと相談してみましょう。また登記をしっかりしておきましょう。それでは最後の問題です。空き家を売りたい人も買いたい人も、八戸の空き家の情報を手軽にゲットできるのは八戸空き家図鑑。大正解。八戸の空き家のことなら八戸空き家図鑑を活用しましょう。空き家で困ったことがあったら八戸市役所都市整備部市街地整備課にご連絡を。おや、そろそろ閉校のようです。今回はこの辺で。八戸空き家図鑑は空き家バンク機能のほか、図鑑のように八戸市の空き家にまつわる情報が集まったポータルサイトです。売却や賃貸をお考えの方は八戸空き家図鑑に登録してみませんか。八戸空き家図鑑では空き家の所有者と利活用希望者のマッチングの支援を行うことで、空き家が有効に利活用されるよう取り組んでいます。